大田津清水町議会の副議長が国の交付金を私的に流用していた疑いがある問題で、町が行った調査の中間報告が議会に説明されました。大田津清水町議会の塚本正人副議長は、諸子原地区の中山間地管理組合にあたる諸子原集落協定の代表を務めていた2015年に、総会による合意を得ずに国などの交付金から100万円を支払って個人名義で農機具運搬用の車両を購入しました。これが私的流用に当たるのではないかとの指摘を受けて、塚本副議長は車両を買い取る形で100万円を返金しました。この問題について町が行った調査の中間報告が今日町議会に説明されました。調査によりますと、協定の参加者2人から農作業の効率化のためにトラック導入の要望があり、塚本副議長が購入、登録には印鑑証明書が必要だったため個人名義にしたということです。また車両の購入について他の参加者からは同意を得ていなかったことや、財産台帳や車両の使用実績を示す資料が確認できなかったことも分かりました。町は交付金の返還が必要か国の判断を仰ぐとしています。我々の、指導不足であったり、あと組織とのコミュニケーションっていうかな、そんなものももっとよく取っておくべきだったのかなというふうにも思っておりますね。あとは内容のそれぞれの、組織で、諸子原だけではなくてですね、やっておることについて、把握する、また、コミュニケーションというか指導についてもして、もっと、しっかりとしておかなかったというふうに思っております。塚本副議長は車両の購入について事前に町に打診したと説明しているということですが、今日は取材に一切応じませんでした。町はまだ不明な点があるとして調査を続け、最終報告をまとめる予定です。